どうも、バドミントントレーナーの島田聖太です。今日は下半身を安定させてネット前のロブやヘアピンの精度を上げるためのフィジカルエクササイズを2つお伝えしていきたいと思います。今日の動画最後まで見ていただくと、ネット前のショットがなかなかうまくいかない、ヘアピンが安定しないとか、ロブが奥まで飛ばない、そんな選手に対して改善するためのフィジカルエクササイズを知ることができますので、ぜひ動画を見て最後までやってみてください。ネット前のヘアピンとかロブ、このショットの時にフィジカル面がどういう風に関わってくるのかっていうお話を最初にしていきたいと思います。右打ちの選手とかだったら、右足を一歩前に出してロブ打ったりとかヘアピンって打ったりするんですけれども、この時にランジの姿勢になった時に、お尻とかおももの裏の筋肉がしっかりと働いて、こっちの前足がグラグラせずに安定していると、それに伴って下半身の力が上半身に伝わりやすくなって安定してヘアピンとかロブが打てるようになるんですね。逆にこの下半身がバラバラだったりちょっとグラグラしているとうまく上半身に力が入らないので、ロブもヘアピンも不安定な形になっていきます。そこで重要なのが、お尻の筋肉とももの裏の筋肉でちゃんとしっかりと安定させるというところなんですが、このお尻とももの裏の筋肉をしっかり使えないようにする筋肉があります。それ何かっていうと、大腿筋膜張筋っていうお尻の横についているこちらの筋肉が硬くなって動きにくくなってしまいますと、こっちのお尻とかももの裏の筋肉がしっかりと働かなくなるっていうわけなんですね。じゃあどうすればいいかっていうと、この硬くなりやすいお尻の横の大腿筋膜張筋と呼ばれる筋肉をしっかりとケアしてほぐしていって、ランジの時に安定した下半身、前足ですね、こちらを作っていくことが重要になっていきます。まず皆さんにやっていただきたいのが、立つ状態から一歩ランジをして、この時に体をひねったりして足がグラグラしないか、踏み込んだ時に、ね、足がグラグラしてないかっていうところを確認してみてください。ではエクササイズもね、していきたいと思います。エクササイズ2つあります。まず1つ目はほぐす系のエクササイズになります。まず足をね、ちょっとこのように崩します。崩してこのお尻の横、この腰骨、腰の前の骨があります。この約指4本分ぐらいですかね、お尻の方にで、ここですね、このへこんでるところを手のこちらでぐりぐり押します。で、ね、こんな形で足を崩して骨盤の4本周後ろをぐりぐりほぐしていきます。これで、ね、まあ、10秒とか20秒とかぐりぐりほぐしていくと、まあ、痛気持ちいいなっていう感覚の方が多いんじゃないでしょうか。今日はね、右側だけやっていきますが、反対側もぜひやってみてください。次はエクササイズです。やりたい方の足、下にします。なんで今、右足のエクササイズをするので、右足を下に置きます。上の足を前に置きます。実際もやってみると、体はね、しっかり伸ばして、前の足、膝をしっかりと押さえます。このまま下の足を引く。2、3。このまま引く。はい、これ反対もね、やってみてください。で、まあ、今日ね、2つエクササイズをお伝えしたんですが、この上でまた前にランジですね、一歩回って踏み出した時にで、しっかりとこっちの前の足で、安定できるような、そんな感覚をつかめることができれば、しっかりとエクササイズができて、大腿筋膜張筋を整えて、まあ、お尻とかももの裏が働けるような状態になっている証拠ですので、ぜひこのような形からフィジカル面のエクササイズからネット前ヘアピンだったりロブの安定性につなげていっていただけたらなと思います。ということで本日の動画も以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。